まさに現場を知っている佐藤委員からですね、真実の声を伺うことができたと、このように思います。かつてカンボジアに PKO を派遣するときもですね、日本が戦争に参加すると言われた、あの時自衛隊にですね、機関銃を1丁持たせるか、2丁持たせるか、これが大きな議論になったんです。今から思えば大変バカバカしい議論ですよ。2丁であれば完全に180度守ることができるけども、まるで2丁あればですね、自衛隊が暴走するかの議論が事実なされていました。しかし今、まさにカンボジアの人々はですね、先般も回りましたけども、日本のそうした自衛隊の汗があって、初めて今日があると感謝をしていただいていると思います。このホルムズ海峡については今委員が指摘されたように、原油の8割、ガスの2割が入ってくるわけであります。例えばイラン情勢が少しですね、政治的に不安定になるだけでも油価、原油価格は大きく変動するのはご承知の通りでありますが、そこに機雷が付設されて完全にこれは封鎖された状況になればですね、半年間備蓄があったとしてもその段階から経済的な危機に日本は見舞われるわけでありました。これは日本だけではないと考えていいんだろうと、このように思います。そしてその機雷を除去しなければ危機は去らないわけであります。誰かが除去しなければそれはその岸は去らない。ではその8割が来ている日本が何もしない中において誰かがやってくれるのかと、こういうことになるわけであります。我が国の国民生活にはこれはもう死活的な影響が出てくるとこう考えてもいいのではないか。もちろん3要件に当てはまるという判断をする中においてですね、可能性というのは当然あるんだろうなと、このように思うわけであります。そして、CDN における北大総会は国際法上はですね、武力の行使に分類されるわけでありますが、その活動の実態は国際法に違反して施設された船舶の安全を損なう水中の危険物を除去するもので、実態としてはですね、そういうものであります。戦闘の当事者には、なり得ない我が国や国民、外国の民間船舶を、機雷や外国からの攻撃の脅威から防護し、そして安全な航行を確保する目的で行うものであり、これは受動的かつ限定的な行為となるわけでございます。そして今までもこの機雷掃海を行っていることからですね、戦闘行為に発展したという事例はないわけでございます。事実日本の掃海船もですね、木でできていたり、あるいは強化プラスチックのものでありまして、非常にこれは脆弱性を持っておりますから、戦闘行為が行われているところに掃海活動に行くということはないわけでありまして、先般も母船と救援船しか行っていなかったわけでありまして、当然護衛艦が行ったんだろうという誤解を野党はしていたようでありますが、それは違うということは申し